6月のコレグラが公開されましたが、今月の最終上限解放キャラはまさかのマルキアレスでした。光子戦場前にはルシオが最終上限解放されてフルオートで活躍していたので、シャレムかなとかオリビエかなとか言われていましたが、そんなのは来ませんでした。しかも、マルキアレスは全く使われていないので、性能を知らない人も多いでしょう。現状だと確かに弱いのですが、ここまで弱いと魔改造される可能性も高いですし、実はお化けする素質を秘めています。それでは、マルキアレスの今の性能を見ていきましょう。MP という固有バフを持っており、これを消費することでアビリティが強化されます。例えば、ニアビでは自分に TA 確定を付与するだけですが、MP を3消費すると、活性効果と光属性ダメージ 50% 軽減を付与します。そして、3アビでは、味方全体の HP を1500回復しますが、MP を3消費するとバリア2000を付与できます。ここで、性能を軽く確認しましたが、マルキアレスが何かに似ていると気づいたでしょうか？そう、黒猫同士です。黒猫同士も同じく MP を消費して戦うジョブであり、しかも、元々の評価はかなり低かったのですが、マスターレベルや極地の証で一気に評価が上がりました。ですので、マルキアレスも似たような強化がもらえると、フルオートのバッファーとして活躍することができるというわけです。ここで、どんな強化が来て欲しいのか考えていきましょう。まず、2アビと3アビのバフを大幅強化する必要があります。調べたところ、マルキアレスが実装されたのは2017年1月で、バランス調整が2017年12月に行われており、すなわち7年も前なのでさすがに性能が大きく劣っています。例えば、味方全体に防御力アップや連撃率アップは最低限必要で、回復量やバリアの引き上げ、マウントや弱体回復などが追加されればベストでしょう。また、MP の扱いが難しく、頭のおかしいなんとか族を彷彿とさせる一つ目のサポアビを見てみると、奥義を打つたびに MP を全て消費してしまいます。これに関しては、黒猫同士も同じサポアビを持っており、黒猫の場合は毎ターン奥義ゲージを消費できるようになったので、奥義を打つことはほとんどなくなりました。ですので、マルキアレスも同様に毎ターン奥義ゲージを消費する何かが追加されると、MP の扱いが楽になります。フルオートで活躍させようとすると最低限これぐらいは欲しいですね。さて、もう一つ魔改造の方法はあります。それは、1アビです。1ターンの間攻撃できなくなるものの、次のターンには攻撃大幅アップ1回が付与されます。これを軸に短期戦で使える性能にならないかなと期待しています。攻撃負荷を取っ払い、攻撃大幅アップが1回から1ターンに、そして、自身だけでもいいので追撃を付与できるようになるとかなり強いです。以上より、マルキアレスは、黒猫同士のようなフルオートのバッファー、もしくは、攻撃大幅アップを活かした火力のどちらかに魔改造される可能性があるので期待しています。ということで、今回は、最終上限解放が予定されているマルキアレスの性能について見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、